トレンデルスール、またはトレインオブザサウスは、プエルトリコ自治連邦区のアローヨにて運行されている、期間3フィートの歴史的なナローゲージ、保存鉄道である。東鉄道は、1950年代以前に、プエルトリコ周辺で運行されていた、大規模な鉄道システムの一部であり、島全体で現存し続けており、最後の生き残りであるサトウキビ農園の路線を保存するために、 1984年に東鉄道が結成された。東鉄道は産業及び他の歴史的な側面を説明する50分長のガイド付きツアーとして、あろうよの古いサトウキビ畑を横断しながら乗客及び観光客を乗せている。元々の鉄道路線用地の大部分は旧ポンセグア山鉄道の総路線であり、1958年まで、 通常に使用されていた。1984年に短い4マイルの部分が後にトレンデルスールとして復活した。敷地内に放棄された元々の器具の多くはまた、ルートに沿って歴史的な小道具として役立っていた。2005年に東鉄道が主要な復旧プロジェクトの保留により、一時的な運休となった。だが、不明な理由により、その後、近年になって、 すべての作業が中止となった。しかしながら、内務省では近い将来のいつかしらに、東鉄道への再委託及びさらにシステムを拡張する、計画がある。年代もので、歴史的な鉄道車両器具の数量が、トレンデルスールの敷地周辺に存在している。2005年まで、かつて観光列車を運行していた機関車は、もともとが、農園時代の18トンのエンジン5両から40トンの、 機関車3両にわたるプリマスロコモティブワークス製ディーゼル式スイッチャーエンジンからなっている。40トンのプリマス製では古いアッチソントピカサンタ、フェ鉄道を直接手本に当鉄道名の黒印と黄色のサンタフェ、シガーバンドロゴを含む赤及び銀のウォーバネット配色ですべて塗装されていた。18のエンジンはすべて観光走行に使用されていた。 主力機関車であり、乗客の着席を可能とするために、特製の内装と、いくつかの改装された、フラットカーを牽引していた。ルートに沿った側線の多くでは、放棄された、トウキビ関連の貨車で埋め尽くされている。ありがとうございます。